パドバの植物園は、イタリアのパドバ大学付属の植物園。世界遺産へ登録されている物件でもある。パドバは、ベネト州にある町。ベネツィアの西約30キロメートルにある。この町にある、パドバ大学は、1222年に創立。イタリアでは、ボローニャ大学に次いで2番目に古い大学である。特に医学、自然科学の分野での名声を勝ち取り、ガリレオやダンテ、 ペトラルカが教鞭を取り、コペルニクスが学んだことでも有名である。世界遺産に登録された植物園は植物学者フェデリコ・ボナフェーデが構想し、建築家のアンドレア・モロニが設計した。1545年5月29日にベネツヤ共和国議会により設立が許可された。ジュスティーナ修道院の一部を植物園することで同年7月7日に開園した。 これは研究目的の大学付属施設の植物園としては世界で最も古いと言われている。敷地の面積は2.19ヘクタール。植物園内には創設当時の設計による庭園が残る。庭園は園形を基調とし、主に4つのエリアで区切られている。植物園内最古の植物は1585年に植えられたヤシの木である。 ゲーテが1786年にこの植物園を訪れた時にこのヤシの木を見て独自の自然感を得たとも伝わっている。現在ではゲーテのヤシとも呼ばれている。さらにこの植物園ではひまわりの花をヨーロッパで最初に開花させることに成功。イタリアで初めてジャガイモの栽培も行われた。世界遺産には 1997年に登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。